今日も朝行ってきたいと思いますけど、めっちゃくちゃ今日は寒いです。風があります。うわ寒い。だからこんな帽子かぶっちゃってね、頑張っていきたいと思います。見えないと思いますけども頑張っていきます。じゃあね。寒い。東京駅前来ました。東京駅前、イエー。おう、土曜日、おう、超綺麗、イエー、サンキュー。おう、12月サンキュー。おう、気持ちいいぜ。ひんやりしてて気持ちいいぜ。おっほー。もういつもはここで脱いでるんだけどね、ダウンとか全然温まってこない体が。ああ、よし、あぶ、溶けたわ。まだダウン脱いでないです。もう結構いつもなら暑いんですけどね。もう気持ちいいですね。体少し軽くなってきたかなって感じですよね、感覚的に。前はドスドスしか走れてなかったんですけど、少しぴょんぴょん跳ねれるようになってきたかなって感じもしないでもないですね。体重計乗ってないんですけど、あと腹の脂肪の乗り具合でなんとなく感覚でやっています。どん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 この体が発熱してくる時間が遅くなってきてね、寒い中一生懸命走ってきて、やっとパンが食べれます。今日のパンは、こちら、牛乳パン、ローソン。いやうまそう。食べたいと思います。ダウンもやっと脱げました。いただきます。やばい。うまい。牛乳パン、うまい。最高。めちゃくちゃうまい。牛乳パン。ああ、最高だわ。ああ。寒空の中、牛乳パン。冷え込んだ朝でしたね。いや寒かった。もう凍えるかと思ってましたよ。でもなんとか
朝走ってきました。寒かったけど、走り終えるとやっぱり気持ちいいなって思いますよね。みんな大好き土曜日ね、楽しく朝走ってね、充実した一日をね迎えたいですよね。牛乳パン美味しかった。毎日ね頑張って走って美味しいパンを食べて、楽しい一日、楽しい1週間にしていきたいと思います。ものすごい短パンがもう生足超寒い。でも走りやすいですけどね、生足の方が全然なんか重さがないので、やっぱどん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 薄着にしていった方が、ね、走りやすいっちゃ走りやすいじゃないですかね。今日は帰りもね、走ってぼちぼち走って、楽しみながら行きたいと思います。一瞬の土曜日になっちゃったね。じゃあまた明日みんな、いつもご視聴ありがとうございます。マニアな人々、イエーイ、ありがとう、サンキュー。